もうこんな時間か。軽音部のみんなで遊んでると時間経つのがあっという間だな。ケイトが寮の用事で帰った後もわしらは菓子をつまみながら延々とだべってたからの。あ、遅くなるってジャミルに連絡しておけばよかったぜ。今からでも。うわぁ、眩しい。なんだこの光。カリム、姿勢を低くしろ。何かが飛んでくるぞ。何かって。あなんだ。ハーツレベルに帰ろうと思って外に出た瞬間、光が。オンボロ寮の上空に観測された穴、データベースのどの画像とも一致しない。一体何だろう。おう、なら白夜とは違う不思議で魅了される空の輝きだ。素敵なことが起こりそうだね。外が騒がしいので勾配から出てみれば。何ですかこの異常事態は。オンボロ寮の上空に前触れなく現れた謎の穴。この学園に何が起きているんだ。見てください、アズール。よくよく目を凝らすと何かが落ちてきているようにも見えますよ。落下物。ここからじゃ小さな点にしか見えない。正体を確かめる必要がありますね。とはいえこの状況では寮の方にも何かしらの異変が起きているかもしれません。ジェイド、フロイドに寮の状況確認と現状報告を指示してください。普段はともかく異変が起きているとなれば寮の様子を見に行くぐらいはしてくれるでしょう。わかりました。すぐフロイドに連絡します。なんだかワクワクしてきました。ずいぶんと楽しそうですね、ジェイド。はあ、なんだか嫌な予感がする。
。